家康公のいとこにして刈谷藩、福山藩の初代藩主、数々の戦で勇猛を馳せついた異名が鬼日向。前線前哨、常に勝つなり。さあ我こそ三河一の歌舞伎者、水野日向の神勝成だ。拍手。戦国最強本多忠勝の血を引き、誠を忘れず愛を忘れず戦国非道の世を生き抜いた我こそは徳川真田の架け橋、葵の稲姫、ここに参上。鬼となり影となり、徳川の使い番たる五の旗印、掲げるところに服部とあり。清康公の恩義に応える暗中飛躍の影法師、各言えばれば江戸城安蔵門を賜りし、愛珠を助ける草の者、猪狩衆服部半蔵正成だ。浜松生まれのこのわしが15で殿に救われる。正義と忠義を胸に秘め、赤い甲冑身にまとう。戦法は譲らぬ、命は惜しまぬ。ただ前進あるのみ。戦場で赤鬼と呼ばれし我の名は井伊直政。参る。日輪室地の旗の下、小牧長久手の戦では、八幡林の汗まけで秀吉方を震わせた。家康公から安の字を賜り、徳川家中人品最も高しと言われし我こそ自由権利の将、榊原康政水産。さあ生涯57度の戦に臨み、一度たりとも傷つかず、家康公の御為と、この手に握るは天下三名僧トンボ切り。我ことの難に臨みて退かず、我こそは戦国最強の武将本多平八郎忠勝参る。四天王のしんがりは家康公の片腕と、三方ヶ原での陣太鼓、長篠での奇襲戦、あまたの戦を指揮する東三河の旗頭、四天王が筆頭、酒井左衛門の城を忠継ぐ。いざ。天下は鬼の天下にあらず、天下の天下なり。我が生涯かけたる望みとは、天下太平の世。時空を超えて平成を、ふるさと砕きの地によみがえる三河国。あれっ、うわ、いや、平等家康公葵武将隊。Thank you.
してあげます。さて、そんな皆様に本日は2点ほどお知らせがございます。まず1つ目、皆様今紅葉シーズン真っ只中ですね。だいぶ散ってしまったところもあるようですけれども、我々この後、月に一度の定例演舞といたしまして、岡崎のいろんなところで演舞をするっていう、イベントが本日午後ございまして、本日船上渓谷という場所で演舞をさせていただきます。そちらの場所がですね、非常に本日紅葉綺麗になっております。山の中、はい、ぜひ皆様のお越しをお待ちしておりますので、援軍が来なければ多分ね、きっと寂しいとこですのでね。いや、そんなことはない、そんなことはない。きっと皆様が来ていただければもっともっと盛り上がると思いますのでね、皆様のお越しをお待ちしております。お時間が14時から、はい、とても寒いと思われますので、しっかり来てね、ヒートテックやらを着てお待ち しております。はい、続きましてです。本日ですね、岡崎公園内に辰木神社というね、神社でなんとお持ち投げがあります。そんな全力で投げる、はい、お持ち投げがございます。こちらがですね、お時間が16時、午後の4時から、ございます。こちらでですね、辰木神社、まあ、家康公が、生まれて400周年バトル、はい、はい、を記念して、あの建物で今リニューアル中でございまして、そちらの建物の、あ、そうですね、卒業すごい行列、はい、ごめんなさい、それを記念してリニューアル中でして、柱をね、立った、ことをお祝いしてのお持ち投げだそうですので、ぜひ皆様お餅を拾って、それをきな粉につけてお持ちでお召し上がりください。ぜひお願いします。はい、ではお知らせはもうこの辺にして、はい、ここからはですね、ちょっと新コーナーでございます。皆様、もうすぐ東京オリンピック、もうすぐって言っても2年後ですけども、もうすぐ来ても2年後、はい、開幕ということで、本日このような企画をご用意いたしました。武者オリンピックのお時間でございます。とりあえず拍手。はい、武者オリンピックとはオリンピックにちなんで、武将が競技をして戦うというお時間でございます。なるほど、はい、本日ですね、皆様方に、どの武将が勝利するかというのを当てていただきます。こちらが当たれば本日宝くじなど買っていただきましてね、幸運をお祝いしてください。では本日の戦う競技はこちらです。早く割った人が勝ち、手を使っちゃいけません。ひたすら息を吹き込んで割った人が勝ちでございます。こちら東京も試される、いや、しかし武将ですからね、割って当たり前、割って当然。この競技を3対3、つまり3人中2人が先に割ったチームが勝ちとなります。なるほど、はい、では本日のチーム、はい、チーム分け、私ヤヒメが勝手に選ばさせていただきました。まずチーム左側、榊原康政殿、そして父上、もっと戦った殿、そして水野勝太郎殿です。全然左じゃないよ、全然左じゃない、目があったから、目があったから。はい、では続きまして、チーム右側、以下道具、酒井忠次殿、井伊直政殿、服部半蔵正成殿、そして幸運の、ラッキーな存在が徳川家康公ということで、はい、真ん中にいていただきます。では皆様に風船をお配りいたします。風船、あ、はい、ではラッキーな人、はい、選んでください。この風船ですね、非常にゴムが強くてですね、なかなか割るのが難しいかもしれません。しかし武将さんですのでね、こんなの簡単に一人で割ってしまうと思いますので、皆様、ではまず皆様に、お聞きいたします。この風船を見て、まずどちらが勝つかを当てていただきます。ではまずチーム右側が勝つよという人、手を挙げて、あ、結構いらっしゃる、半分ぐらいかな、ありがとうございます。ではチーム左側が勝つよという人、あ、
リーダー、チームいかがですか？楽勝だ。楽しい。この言葉をしっかり皆様覚えておいてください。はい、では続きましてチーム右側のリーダー、一回やってください。リーダー一回やってください。わしを舐めんな。用意スタートで、風船を膨らまし始め、先に2つ割った人が、チームの勝ちでございます。では皆様参りますよ。後ろの皆様もいいですか？では参ります。風船割り対決スタート。さあどうだ。早い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 。さっき2号機だ。父ちょっと待って。Thank you.
は皆の者、あちらじゃー、おっ、エイエイオー、エイエイオー、エイエイオー、はい、ありがとうございました。ご覧いただきましてありがとうございました。続きまして青森の紹介の写真撮影のお時間でございます。皆様の写真機で一方的にご撮影をいただくお時間となります。皆様方から見て右側が左と目線を振ってまいります。あら、はい、では先ほども申し上げましたが、この後はクラブリケここに出陣となります。とりあえず皆様方から見て右側、はい、演舞のお時間がですね、14時からとなっておりますが、13時半から、駐車場から上の方まで演舞場までぐるっと歩いて皆様と共に歩いてまいりますので、13時半頃にはね、駐車場にお集まりいただければと思います。では皆様方の真ん中とっておきの笑顔、せーの、行こう。かわいい、いや笑顔はい、よろしいですか。では最後、皆様方から見て左側にとっておきの決め顔、せーの、決め。はい、指定してみました。はい、ありがとうございます。では、青いの紹介を